茶炭町は沖縄県中上郡に属する町である。町名である茶炭の読みは、北谷が、北谷・北にちたたん茶炭と変化したものである。県外出身者など町名を読み慣れない者からは、茶炭と頭高型に発音されることがあるが、地元住民の間では平板に、茶炭と発音されている。西海岸に位置する三浜地区には、若者や中流米軍関係者に人気のスポットであり、 県内唯一の観覧車があるアメリカンビレッジがあり、地域でも比較的大規模なイオン、琉球イオン茶丹店といった娯楽店舗施設を要しており、多くの地元県民や観光客が訪れている。茶丹町内にはキャンプフォスター、キャンプ、クワイカデナ飛行場、陸軍所有施設の4つの米軍関係施設があり、町の総面積の52.3%を占めているため、 残りの6.64平方キロメートルに約2万8000人の町民が暮らしている。また、茶谷町の基地内外に在住する軍人、軍族とその家族は約1万人に上り、人口の統計には含まれないが実に町民人口の約30%に相当する。これは全国の市区町村で外国人住居者比率が最も高い幾の区を大きく上回る数値である。 チャタン公園野球場があり、プロ野球の中日ドラゴンズが春季キャンプを行っていることでも知られる。秋季キャンプは名古屋球場などで行っている。愛知県知多郡にあるアグイ球場でも2008年、2012から14年の計4年間、投手陣だけの秋季キャンプを行ったが、2015年より岐阜、長良川球場に場所を移して行っている。 沖縄本島中部西海岸に位置する。夜の三浜地区アメリカンビレッジハンビーナイトマーケット。このうち北前、チャタン1.2丁目界隈をハンビーとも言う。もともと在日米軍海兵隊のハンビー飛行場があったためそう呼ばれる。このほか、町内は以下の行政区に分かれる。チャタン紛りは、アニア、チャタン、加え、平安山、砂辺、ノコク、やら、カデナ。 山内の9つの村から成り立っていた。玉大勢、電動、慰霊、浜川、野里を新設。路線バス、編集以下の路線が町内を通っている。下表の運行会社の、竜は、琉球バス交通の路線、沖は、沖縄バスの路線。どちらも記載されている路線は、両者の共同運行路線を示す。詳細は、沖縄本島のバス路線を参照コミュニティバス、編集 町域の北半分を運行する、北コース、南半分を運行する、南コースの2路線がある。その他のバス路線、編集那覇空港と町内の観光地、リゾートホテルを結ぶリムジンバスが運行されている。いずれも、路線バスと同様の方法で、利用家、松田孝一松田忍松田和都市釈里千秋、ありがとうございます。